武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年和歌山大学の理系数学の勉強方法について話していきたいと思います。和歌山大学の理系数学、試験時間は120分間で、配点は200点満点の試験になります。大問構成は全部で5題出題されています。大問1から大問3が文系の受験者と同じ問題、大問5、大問6が数3の範囲からの出題で理系の方専用の問題となっています。なので数学 1A、2B が3題、数学3が2題出題されていると考えれば分かりやすいですかね。で、問題の傾向としては他の国公立大学と比較すると標準レベルからやや優しめの問題が出題されています。ある程度参考書や問題集で数学の勉強してきた方なら、初めて問題を見た時でもこういうふうに解いていこうという回答の方針が立ちやすい問題になっていますので、しっかり勉強をしていくようにしてください。具体的な対策方法は基礎問題成功 1A、2B、3と、しっかりやってもらって基礎固めを行っていきましょう。で、基礎問題成功が完璧に身についたということであればセンター対策を行い、その後国公立標準問題集キャンパスの数学 1A、2B、数学3に取り組んでください。キャンパスは国公立大学の数学の傾向に合わせて作られた問題集なので、このキャンパスのレベルが十分仕上がってくれば和歌山大学の理系数学でも合格点が狙えると思います。最後は過去問演習の中でキャンパスで学んだ数学の解き方をしっかりアウトプットできるように練習をしていきましょう。今回は以上です。